皆様、おはようございます。小森です。今日も聖書のお話をお届けいたします。本日は、ルカによる福音書1章の76節と77節。題は、洗礼者ヨハネ、イエスを指さす人です。本日は、洗礼者ヨハネについて考えてみます。彼は、ルカによる福音書によると、イエスの母マリアと親戚だったエリサベトの息子です。ですから、ヨハネとイエスは親戚関係ということになります。彼は荒れ野に住み、神への悔い改めを示す洗礼を人々に授けていました。彼の禁欲的な生活態度や神への徹底した悔い改めの教えは人々に影響を与え、エルサレムや近隣の人々はこぞってヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けました。民衆は彼こそ自分たちが長年待ち望んでいるメシアではないか、つまり神から使わされた神の人ではないかと考えたのですが、彼は自分はメシアではなく、メシアのために民を整える存在であると宣言しました。後のキリスト教の歴史の中で、この洗礼者ヨハネをどのように理解してきたかが、絵画から読み取ることができます。どうして絵なのかということですが、今では聖書は各国語に訳され、また安価に手に入るので誰でも読むことができます。しかし昔は字を読める人が少なく、また特にローマカトリック教会では長い間ラテン語の聖書しか認めていなかったので、一般大衆は聖書を読むことができませんでした。それで多くの人たちに聖書の内容を教えるために絵画が用いられてきたのです。聖書を見る、聖書を絵で読むと表現できるのではないかと思います。聖書の内容が絵やステンドグラスなどに描かれて教会に飾られ、人々は聖書の教えを目で見ることができました。しかし描かれた人物が誰なのか名前がないとわからないので、絵に名前を書く代わりに、アトリビュートと言われる事物を書いて、その人が誰なのかを分かるようにしたのです。例えば、聖母マリアであれば、青と赤の服を着て、おしべのない百合の花がそばに描かれたりします。マグダラのマリアなら、香油壺。ペトロは、鍵や、逆さの十字架。ユダは、銀貨の入った袋のような、その人の特徴を表すものです。では洗礼者ヨハネはどのように描かれたのでしょうか。彼に関してもたくさんの絵画が残されています。まずマルコのエピソードから、お盆の上に乗った首ですが、これはちょっとグロテスクですね。それから赤子のイエスと共に幼児ヨハネもたくさん描かれています。母マリアと共に小さな男の子が2人描かれている絵で、どちらがイエスか、どちらがヨハネなのかよく分かりません。しかしアトリビュート、属性を表すものによってどちらがどちらだか分かるようになっています。細く長い十字架を持っていたり、それから毛衣を体にこの巻きつけている方がヨハネです。ダヴィンチが描く洗礼者ヨハネは細い十字架を持って人差し指で、天を指しています。こんな感じですかね。これは洗礼者ヨハネという人がイエスを指し示す存在だということを示しています。この絵はグリューネバルトの祭壇画ですが、十字架で貼り付けになっているイエスの左横には
聖書の記述通り、母マリアと弟子ヨハネ、そしてマグダラのマリアが描かれていますが、右側には洗礼者ヨハネがアトリビュートの十字架を持った子羊と共に描かれ、イエスを指さしています。こんな感じですかね。こんな感じですかね。十字架の、左側はイエスの死のその時の場面を描いていますが、右側は現実の光景ではありません。すでに死んでいる洗礼者ヨハネがイエスを解説しているのです。この絵は洗礼者ヨハネの役割について示しているようです。彼はイエスを指し示すために生まれ生きたのだと言っているように思われます。イエスは洗礼者ヨハネを人間の中で最高の存在であると言われましたが、それは人のする行為の中で最高のことがヨハネがしたこと、つまりイエスを指し示すことだと言えるでしょう。ダ・ヴィンチもグルーネヴァルトも洗礼者ヨハネを指さすものとして描きました。洗礼者ヨハネが指さしたものはイエスでした。彼は禁欲生活を送り、荒れの弟子々を教え、弟子を取っていましたが、それは自分のもとに人々を集めるためではなく、人々をイエスのもとに導くため、人々がイエスを見ることができるよう、人々がイエスのもとに行くための備えをすることだったのです。皆様は今、私の動画を見てくださっていますが、そのきっかけは何だったでしょうか。すでに、クリスチャンの方もおられるでしょうし、また聖書の話を初めて聞く方もおられるかもしれません。お一人お一人にキリストと出会うきっかけがあり、またこの動画を見ていただくきっかけがあったと思います。人と人との出会いは本当に不思議です。袖すり合うという一期一会の偶然の出会いがあり、また家族や友達という自然な出会いがあります。きっかけは様々ですが、出会いをご縁と言ったりするように、人と人が出会うことは本当に不思議なことだと思います。それと同じように、イエス・キリストとの出会いもまた不思議なものです。パウロのような劇的な出会いがあり、また鳩のように静かな出会いがあります。何かの事件をきっかけとしてイエスを信じるようになった方は、劇的な心の変化を経験されたと思いますが、私のように生まれた家がクリスチャンホームで、家族全員がクリスチャンで、そして生まれた時から教会に行っているというような育ち方をした者にとって、劇的な出会いというのはありません。静かに静かに信仰が育まれ、気がついたらイエスに祈り、イエスに頼る生活を自然にしていたと言えます。こんな話を聞いたことがあります。ある有名な伝道者が田舎町に行って伝道集会を開きました。その集会でイエスを信じる決心をした人が一人いました。集会の後、彼はその人になぜイエスを信じる決心をしたのか尋ねたそうです。説教が素晴らしかったので決心をしました。そういう答えを期待していたのかもしれませんね。しかしその人が言った答えは全く別でした。小さい時に通っていた教会学校のことを思い出しました。子供の時ずっと通っていた教会学校で教えてもらっていたからです。その人が小さい時に通い続けていた田舎の小さな教会学校での思い出、それが彼にイエスを信じる決心をさせたというのです。皆さんがこの動画を見るきっかけ、聖書のお話を聞いているきっかけは何でしょうか。この動画を誰かに教えてもらった、またたまたまこの動画を目にしたのかもしれませんね。しかし聖書やキリスト教に何の関心もないなら、この動画はきっとスルーされたことでしょう。スルーしないでお聞きいただいていることは、これも一つの出会いだと思います。皆様と私との出会いです。すでにイエス・キリストを信じている方は、
信仰を持つに至るまでの歴史があり、また今日初めて私の動画を見てくださった方も、それまでにあなた自身の歴史があることでしょう。今日ここに至るまでに誰かが、そして何かが道を整え、私たちを導いてくださったのです。それは家族かもしれませんし、キリスト教主義の学校かもしれません。またキリスト教主義の病院や介護施設かもしれませんし、三浦英子さんや星野富弘さん、日野原先生のようなクリスチャンが書かれた小説や本、映画かもしれませんね。そのような誰かの、そして何がしかの導きによって、今私たちはイエス・キリストと出会うことができました。私たちがここにいるのは、洗礼者ヨハネのように誰かがイエスを指し示してくれたからです。イエス・キリストを指し示すとは、そこに愛があるのだと知らせることではないかと思います。私たちが生きていく上で必要な愛に出会うため、誰かの導きが必要なのです。キリスト教会は2000年という長い年月、このイエスを指し示すという働きを担ってきました。そして今はインターネットの世界になり、教会に行かなくてもイエスに出会え、またイエスを指し示す行為をすることができるようになりました。指し示された指の先の方を見て、誰かがイエスと出会ってくださるならば、私たちも洗礼者ヨハネとなることができます。指さすだけなら、私にもあなたにもできそうな気がしませんか？クリスマスはこのイエスを指し示す日でもあります。皆様も12月25日のクリスマスまで待ち望みつつ、その日を指さし続けませんか？これで今日の聖書のお話を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございました。12月に入り、ますます寒くなってまいりました。どうぞ皆様ご自愛ください。今週1週間も神様のお守りがありますようお祈り申し上げます。